はい、えー、昭和映画を語ろう、昭和40年代男、久保哲郎がお届けします。本日は、学校という4部作のうちの第2作目です。もちろん、第1作目とは、ほとんど関係ありません。ですんで、第2作目から見てもらっても結構でございます。第1作目は夜間中学の話だったんですけども、第2作目はですね、これは、障害児学級の話ですね。で、障害を抱えた方、知的障害や、 ダウン症とかね軽度の知的障害とかそういったいろんな障害の度合いは違ったり種類は違うけどもそれを一つのクラスにまとめて西田利重先生が新米の先生とともにね、えー、その子どもたちと接していく中で子どもたちの考えている苦悩とかでもっと言ったらですね自分の悩みになかなか気づけないそんなね子どもたちを見ているところに。 自分たちにも誤解があるな考え違いがあるなってことにさまざま気づかされるというストーリーでございますだからね今回のこの学校っていうのはどちらかというと先生に見てもらいたいたなとすね何かの先生をしている方まあ私もネットビジネスの先生してますけども教える側として教わる側の弱さとか葛藤とか夢とか強さそういったものにねちょっと目を傾けていただきたいかなっていう作品になってますね人を育ててることっていうのは 我が身が育つことまあそんなことも思い出させるかなというところでございますでこの作品一つねものすごくあの考えさせれる言葉がありますというのが、えー、これねまあ男は辛いよで言うとあれですよ三尾ですけどもで北の国からで言うと純なんですよねでミスターこと先生ですけどもね吉岡さんでこの方がね言われる ちょっとした言葉があるんですよこの方はね軽度の知的障害という役でで、弟分に重度の知的障害の優也ってのがいるんですよ。で優也ってのを面倒見ながら自分の就職時期に気づくことがあります。それはですね自分はちょっと分かるんだと。自分が頭が良くないことも分かるしそれをみんながバカにしてることも分かるんだと。で自分の弟分の優也は。 そんなこともわからないぐらいもっともっとひどい障害の状態なんだ。だから俺、優也みたいなのが良かったよみたいなことをね、言うわけですよね。そうすると、それを聞いていた西田敏之先生は、それは違うよっていうふうに愛情を込めて叱るんですよね。まあ、そのシーンに私たちも色々と考えさせられるところがあるんじゃないかなと思います。学校2でございました。